ルバーグやアラン、ドロンといった世界を代表する映画人と対等に仕事をし、尊敬された日本人はいただろうか。世界の三船と呼ばれた三船敏郎星団100周年を記念し、創刊100周年を迎えたキネマ旬報に過去掲載された三船敏郎に関するよりすぐりの記事をキネマ旬報 UM にて連載する特別企画。過去にキネマ旬報に掲載された記事を読める滅多にないこの機会をお見逃しなく。今回は1961年9月下旬号キネマ旬報に掲載された映画価値ある男の設営を終え、メキシコから帰国した三船敏郎本人へのインタビューをお届けします。映画界で純金星男性 100% 男性の爽やかさを持っているのは三船敏郎とゆーちゃん。映画以外一切目をくれないというのもこの人らしく嬉しい。外国から狙われた男。山本京子、以下、山本小括弧アリコロンメキシコからお帰りになってもう大分になりますね。三船敏郎、以下、三船小括弧アリコロンちょうど一と月くらいですかね。山本、その間インタビューで、うんざりなさったでしょう。お嫌いなことだから。三船、いや別に。僕は何にも喋らんから、翔、山本、でも、これから早速お尋ねしますけれど、よろしくお願いします。翔、三船、満足な答えができるかどうかわかりませんがね。山本、三船さんが、外国から映画出演の申し込みをお受けになったのは、今度が初めてじゃありませんね。だいぶ前に、イタリア映画に出演のお話があったんじゃないですか。三船、7人の侍をやってるとき、あっちら大王に出演の話がありましたけれども、7人が撮影に1年かかっちゃったので、ダメになりました。山本、じゃあ、向こうで諦めちゃったわけですね。三船、まあそうですな。あれは、アンソニー、クイーンが代わりに出たのが日本へ来ましたね。山本、侵略者という題名で。三船、その他、小さな話はたくさんあったんですよ。サランボーというのもあったし、最近では、アンソニー、クイーンと谷陽子の共演したのがあったでしょう。エスキモーの話で。山本、バレン。三船、あれも、最初は東方と合作の話だったんです。こっちのステージを使おうとかなんとかだったんですけれども、うまく話がまとまらなかったんですね。ディズニーで、早川雪洲さんの出たものも。山本、南海漂流という題名で、RKO には行ってますね。三船、何でも船がナンパして、海賊に助けられる話ですよ。山本、すごく狙われていらっしゃるんですね。外国から狙われた男。翔。三船、そうじゃないんですけれども。個人的に来たのはそれくらいです。他にもそうでないのがちょくちょくあったようです。